ます？はい、ちょっと行きますね。じゃあ、見えない、今見えないですか？一番明るくしてますよ。あ、本当だ、暗い、日向が、日向なんだな。あ、ちょっと、ちょっと待って、ジャンガ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 、じゃあ左から止めていくか、これもゼロですか？はい、はい、じゃあ右から。お、ゼロでしょ。お、006、006。この間も009かなんかで009打てって言って、006何打ったらいいですか？じゃあオープニングやりましょう。はい、はい、おはようございます。おはようございます。さあ、やってきましたことぶきプラス平野店、はい、2回目ですね。この店は前回トラマツが来て、あ、そうですね、今回山、はい、山ちゃんなんですけど、はい、どうですかね、見た感じの印象は。いや、でもまあレールガン打ってて、確かトラマツさんがリゼロの方が良かったかもみたいな感じだったんですよね。はいはいはい、はい、うん、でもまあ結局ここもホームページ見たんですけど、はい、やっぱりリゼロとレールガン押してる感じなんで、そうですね、まあ、その辺がやっぱメインかなっていう感じですね。はいはいはい、うん、立ち回り的にはどういう感じを考えてますか？まあいつも通り店で一番いい台打つだけなんですけど、うん、まあ、最近ちょっとね、いろいろあって競争率の高いお店での、うん、朝一の立ち回りが苦手だってことに気づいたんですよ。はいはいはい、そうだからちょっとその辺も考えて、うん、磨いていかなきゃなと思って、はいはい、一応その辺を考えてる感じですね。山ちゃんにも苦手なことあるんですか？いや、全然もう自分でもこんなにダメなんだっていうのがあってなんか結局その軍団とかみたいな人がバーって来た時に、うん、その島で一番いい台を選びたいんですよ、うん、ですけどもう選ぶ暇がないじゃないですか、はいはい、だからそういうお店ってもう普段からあんま行かないようにしてたんですよね。あ、そもそも行かないですよね。久しぶりにこの間撮影でそういうお店に行った時に何も取れなくてあぶれちゃったってあれあれあれちょっとみっともねえなこれはと思って磨いていかなきゃなっていう。あ、そうですね、はい、てか山ちゃん、はい、今日あれ車で来ました、もしかして？今日車で来ました、はい、はい、あれ大丈夫でしたか？何ですか？タイヤ、パンクとかしてないですか？してない、僕パンクするのはリゼロだけなんで。あ、そうです。あ、車はパンクしなかったですね、はいはい、車は右打ちとかないんで大丈夫です。車で右打ちしたことないんで。よかった、はい、今日も来る途中右曲がりもしなかったずっと左折左折で右折しなかったです。右怖いと思う。はい、皆さんパンクには気をつけましょう。そうですね。ということで今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。また見積もり立ててきました、ね、そうですね、3000、持ち玉時給3000ラインのメモを。ほうほうほう、行きましょうか。あー、もう絶対リゼロじゃん。もうでもパッパッパって見とかないと、一番っていう贅沢を言わないっていうね。とりあえずこれを取って、立たんな、これ他も見ましょう。ゴールドインパクト、うん、そうですね、ちょっと物足りないかもしれないですね。あー、もうリゼロだな、またリゼロか。へー、なんだこれ、台ごとにちょっと差がありそうな。あ、これにしよう。移動します、レールガンのアマ、アマっていうか甘くないけど119、それにします。わかんないんだよな、わかんないけど、わあ、でもこれめちゃくちゃいいよな。あー、でもね、現金の間はあれ行きたいですね。うん、で持ち玉になって移動できればいいけど、まあダメならダメで、それはそれでっていう感じ。ちょっと一旦他も見てみましょうかね。ちょっと厳しいかな、ちょっと違うか、ちょっと他も見ましょう。アーマデジか、設定付きじゃないからな、設定付きじゃないもんな、多分な、設定付き打ってもな、今時設定付きかよって思われてもつまんないですもんね。あれ、ちょっと待ってよ、ほら、あー、もうちょっと物足んないか。シンフォギアもね、いいんですよね、持ち玉比率高くなりがち。あ、ちょっと待てよ、シンフォギアの持ち玉時給3000円ラインは、オーバー入賞が3割 3.5 割ぐらい決まっても23いるのか。23、あー、でもあるな、23か、選択肢入ってくるな。で持ち玉にもなりやすいんでね、うん、右のラッシュが入りやすいからありますね。シンフォギアも多分とりあえずはあれかな、あ、とりあえずはあっちだな、やっぱ持ち玉になるまでは。はい、ということで、決まりました。とあるレールガン、のアマというか、まあ119、35% でラッシュ入らないとどうしようもないっていうパターンの台ですね。結構荒いんですけど、まあ、他対抗としてはリゼロだったんですけど、リゼロよりはまあ持ち玉になりやすいっていうか、それに関しては結構差があるのかなっていうところはあって、で、ちょっと打ってみたかったのが前から気になってたから、それの話もしながらちょっと打ちたいと思います。まあとりあえず打ってみましょうかね。まあまず朝一入って
やっぱりリゼロが一番力入ってるのかなと思ってリゼロを見たところ、まあやっぱ力入ってるなって感じではあったんですよね。リゼロじゃなくこっちを選んだ理由なんですけど、まあそもそも前から打ってみたかったっていうのがあって、前から打ってみたかった理由はまた後でちょっと話すとして、持ち球時給3000元のラインを前もって計算してたんですよね。回転率がどれぐらいあればいいのかっていうのを。リゼロだと23でまあ2900円ぐらい、まあ大体3000円ぐらい持ち球時給がね。こっちだとレールガンだと 23.5 あれば持ち球時給が2500円は超えるんじゃないのかなと思ってるんですよ、まあ、通常がどのぐらい前のレールガンより速いのかどうかとかは分かんないから、ある程度ざっくりで計算してるんですけど、アタッカーでオーバー入賞が4割決まればの話なんですよ。 23.5 回って持ち球時給2500円っていうのは、リゼロだと持ち球時給3000円でだいたい日当2万になるんですよ。こいつだと持ち球時給2500円でだいたい日当2万になるんですよ。架空の計算ですよ、まあ打ったことないんで。ほとんど今回は一応持ち球になりやすさも含めてこいつを選んでみた感じですね。この台がね、アマデジというか、まあアマじゃないんだけど、どのぐらいねサクッとこう演出がカットされてるか、短くなってるかっていうところにも期待してるんですけどね。うわこれやばい、リゼロにまだ、あやばい、もう開いてないのかな、やばい、失敗したかもしれない。これ23も、そんな回んない。あーそういうこと、マジで、ちょっと待て、それはやばい。あーやらかしたかもしれない。あーやっぱりゲージが変わってるんだ、あんま入らんなと思ったんですよ。ここのおまけがまず最強三坂4個みたいですね。で239の方は3個、つまり払い出しが多くなってるんですよ。多くなってる分多分最強三坂の方が入りにくくなってる。ここに2本並んでるじゃないですか。この2本の下のやつが最強三坂の方が上に生えてます。生えてる位置が多分239の方がちょっと下にいってる。だからアウトの方が狭くなってて、こっちに入りやすくなってるっぽいっすね。なんかあんまり打った経験はないけど、もっとここにね入りやすかった印象はあってたんすよね。ここがちょっと弱くなってるなかもしんないっていうレベルなんですけどね。もう本当にかすかにですよ。いやでもこれ多分そうだな、それがちょっと思ってたよりも回らないにつながってますね。ちなみに5000円打ち込んだ時点での回転数が89回、まあ、250個貸しに換算して 19.5 ぐらいなんですよ。23.5 ぐらいはありそうだなと思って座ったけど、おまけに入らないから、あちょっとね、ひょっとしたら届かないかもしれないですね、もうちょっと上がってきても。うわーそうなんだ。いや他のお店でねずっと打ちたかったから、ダイラビーの中ではね見てたんですけど、見てた段階では気づかなかったですね。もうほとんど扱いはどこの店も一緒だったんで、釘のそのゲージもね同じだと思ってたな。マジか、ちょっと違うんだ、全然入らないもんな。なんか当たりやすいと思って打ってんのにこっちとら。あでも保留が変わった、どうなんだろう。次の1万円入れる寸前だったけど入れない。当たってくれ当たってくれ。でも先読みではないですよね、当該で変わってるんで。あでもゲコゲコ言ってる。あいけるかこれ、へそ当たりパカパカとかないですよね。10発ぐらいはあるか、10発ぐらいはあるか。こういう時に上皿に10発なかったら、初当たり1ラウンド目がパカパカの機種たまにあるじゃないですか、バカボンとか。あれが怖いですよね最近は。それだったらこれ10発入れらんない。でもこれ多分あると思うんだよな、10発ぐらい当たれ。あおい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 、あー頼むよ。先読みじゃなかったけど当たってくれましたね、よかったよかった。どこだアタッカー、どれだ。あここか、えどこ、あ今開いた。あスルー通さないと始まらないパターンか。5ラウンドですね、5ラウンドじゃない 5カウントか、初当たりは。よし、じゃあ 35% 突破します。厳しい、厳しいですね、厳しそうですね。ダメですね、ダメだ。
あーダメですね。あー儚い、儚すぎる。出玉が少ないから上皿で完結してんだ、そういうことか。100発出ないぐらいですね。あ、打ち込みもあるんで、1万円の打ち込みで201回転、250個に換算したら 22.0。 一応5000円打ち込んだ時よりははるかに良くなって、まあ、23.5 も見えるぐらいにはなってるんですけどね。26,500円、これ以上はさすがに投資しないですよね。ワンプッシュで3回ぐらいは回るでしょう。全然入んない、なんだこれ、もうほんとやだ。めちゃくちゃ落ちてきてる。右を確認したいんですよ、ラッシュ入る前に。僕が気にしてるのがここのアタッカーがパカパカなんですけど、パカパカのオーバー入賞がどのぐらいできるかっていうのを検証したかったんですよ。一番この機種のパカパカに6発入った時に打ち出しを止めれば多分9発目が入るんですよ。で弱強で打って10、11が打てるだろうという予想を立てて入れましょう。いった。で右確認して外れて一撃チャンス。これどうなん、もうすぐ開くんだ。2、え、え、どういうこと。あーもうこれ分かんないな、一発目無理だな。あー電柱拾うんだ。あ違う、電柱が拾うんだ。今のどうだろう、オーバーニーションしたのかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あー外れ側にも行くんだ。いけ、あー外れた、終わった。あー終わったもう終わった。右打ちラッシュ中って2ラウンドは3ラウンドなんですけど、3ラウンドの割合が 11% しかないんですよね。で 11% の3ラウンドは上アタッカーなんですよ。で上アタッカーは、昇級が15発、それ以外2ラウンドは下アタッカーが昇級10発なんですよね。右打ち中の2ラウンドの方も1ラウンド目はパカパカの上なんですよ、15昇級で下が10発昇級なんですよ。だから15発昇級の方のアタッカーを使う割合って意外と低くないんですよ。パカパカだからそんなにオーバー入賞狙いにくいんですけど、119ぐらいの確率帯の機種、まあアマ系の確率帯の機種でアタッカーで15昇級の機種ってあんまないんですよ。なんでかっていうとオーバー入賞でめちゃくちゃ差が出るんですよ。トータル確率っていうのがあるんですけど、239よりもトータル確率がこっちの方が低いんですよ。トータル確率が低い機種の方がオーバー入賞による効果が高くなるんですよ。15昇級か10昇級のアタッカーだったから、そこにオーバー入賞をがっつり決めれるようであればめちゃくちゃ甘くなると思ってたんですよ僕は。っていうのがあって右を試したいなと思ってたんですよ。4割入賞で、23.5 だったんですけど、4割以上決めれる可能性も測りたいなっていうのもあって、今3万円分ぐらいの打ち込みになったんで計算してみました。で、250個換算で 19.88、 20割っちゃいましたね。いやこれはもう完全に僕のミスですね。おまけが思ったより入りにくいあのゲージになってたっていう、それは気づいてなかったんですけど、それが想定通りだったとしてもこの数字は僕の大選びのミスです。もうちょっと回ると思ってました、まあ、そうは言ってももうちょい回るつもりで座ってるんで多分もうちょっと回るんじゃないのかなとは思うんですけど、さすがにもう22とか 22.5 とかは届かなそうだなっていう感じですね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと 大移動考えましょう。ちょっとリゼロにします。いやー想定ではな、レールガンがねダメだったとしてもラッシュ終わりで持ち球持ってる想定だったんですよ。いやーでもなんかがっかりだな。いや最強見さかね、もうひょっとしたら稼働の主軸になるかもなって思ってたんですよ。そのぐらい期待してたんですよ本当に。それでもまあもうちょっと回ると思って打ってるんだけど、まあそれ要するに一番のミスはそこですね。あれが回ると思って座ったのがミスですね。ちょっと無理ですね、無理っぽいですね。来た、この台で3500円くらい、今トータル3万3000円ですね。
さあ来い。全然打ち込んでないからまだ。これで当たれば贅沢だとは分かってるけども、あーいいね。黄色ってないよ。黄色図柄ないよ。赤あーいいね、いけるんじゃない。これ今んとこ悪くないぞ。君を救ってみせる。頼むよ。おい来た。これいけるっしょ、これいけるっしょって言ったらもう運だけなんだよ。これで勝ったら。赤。うわ強いね。もうこれさすが当たったな。さあ当たるぞ。とりあえず当たるは当たると思う。当たる当たりますよね。よしよしよし。いいのかな、もう運だけっすよ。いいのかなこんなんで。気に入ったら受けるのにな。来い、落ちてこい。ああそこまではいかん。これ完全にパンクした時と同じ流れじゃねえかよ。1回目の当たりがこっちで、この後赤ボタンで出す。完全にパンクした時と同じ流れ。神様がこうなんか試練を与えてるな俺に。前回のトラウマをここで赤ボタンが出てちゃんとパンクさせないっていうね。前回の赤ボタン来ないよね。おお、もう打つぞ。パンクしないようにもう打つぞ。もう打ってる。パンクしない。もう打ってるからパンクしない。もう長くてもいい。パンクしない。長くても打つ。長くてもいい。どのぐらいか覚えてないからもう打つ。おお、パンクしない。もうパンクしないはず。大丈夫だ。よし、パンクしない。よし。いやー、前回のなんかトラウマみたいなのをなんか払拭できた気持ちです。早い。なんかめちゃくちゃアウト行くんですよ。こんな行くの初めてだな。ここにアウトに行くポイント、ほら今行った。まあ、アウトなんですよ。ここって釘関係ないから、あんまり行かないんですけど、まあ店によるっていうか、台によるんですけど、こんなによく抜けるの初めてかもしれない。あー、早い。来い、来た。でかいの来た。まあ十分ちゃ十分。おお、びっくりした。わあ、好きなパターン。あー、ミニレム動くかどうか見てなかったな。お、いいんじゃないですか。とりあえずもうガツン減ればいいのにな。あーなんかもうすでに弱い。大罰が弱いよね。こんなんで追撃いかないのかな。なんか 弱そうっぽいですね。追撃行った。マジか。行ったんだよな、これ。行ってるよな。あ、熱っ。マジか。あるぞ、これ。行った。わし。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。行っちゃったよ、もう。あ、気持ちいいな。これ見てたいな。まあ、押すか。あれ、追撃の時点で大当たりの子なんですかね。でも違いますよね、これは。たまたまっすよね。おお、来たー、よかった。おお、当たった。おお、なんかすげえかっこいいの来た。なんだこれ、絶対3000だなこれ。おお、すげえ。
ちょっと数えといてみましょうか。何個こぼれるかね。9個、9個こぼれましたね。9個多分多い方だよな。ちょっとそこまでこぼれないと思うんですよね。5連チャンして6950個、1回の大当たりごとに1390個っていう平均になりましたね。個体差なんでしょうね、台の。もうこればっかりは釘か関係ないから、もう個体差以外の何物でもないんで。ちなみに当たる前ちょうど1万円分入れたぐらいの、2500発入れた分ぐらいのあれだったんで、1000当たり250個換算で 18.3 しか回ってない。全然回ってないんですね。まあさすがにもうちょっと回るとは思うんですけど、ちょっと弱いですね。当たってくれろ、当たってくれろ。おいっ、そんなことないですよ。お、そんなことない。全部なんかもう本当ごめんなさい。怖いね。あっという間だな。まあ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 、そんな時もある。とりあえず飯でも行きますかね。今1万4000円分の打ち込みで、当たった後の右を抜いたら250個換算で 18.0、まあ、20ぐらいはあると思うんですけど、だとしても20でも、右もちょっと少なくなっちゃうんで、20で計算した時の持ち玉時給が1500円ちょいぐらいだったんですよね。ちょっと移動してみましょうか。あの一番いいなと思ったのは違う台なんですよね。だからそれだったら他の島の一番台とか追っかけた方がお金になるかもしれないですね。ちょっと移動してみましょう。持ち玉で打てるんで、もう多分319から選んだ方がいいと思うんですよね。うしとら行ってみますか。うしとらにしましょう。他のね、なんかプロっぽいお客さんもね、結構見てたんですよね。見るだけは見てるんですよ。やっぱ気になるんですよね。でも試してみるにはうーんって感じたんですよね、皆さん。今日は結構パッと見た感じですけど、数島、良さげな島があったんですよね。めっちゃいいみたいなのはなかったんで、ひょっとしたら質より量みたいな感じで、まんべんなくいい感じになってるのかもしれないですね。だから割と多台数を置いてる機種に関しては結構半分ぐらいいいんじゃないですか。でも店が営業する上でなら、別にそんなものに僕が口出しするような立場ではもちろんないですけど、一機種ドカーンっていうよりも、まあ、何機種か薄く良くなってね、ちょっと遊んでちょっと勝てるぐらいの営業の方がね、なんか好ましいですよね、きっとね。普通のお客さんからしたらね、パチプロが寄りつかなくなるかもしれないけど、それはもう多分お店としては OK ですからね。そっちの方が正解のような気もするし。今2万円分250個換算で2万円分の打ち込みで、353回転 17.6 ぐらいですかね。ちょっと弱いですね。持ち玉時給、持ち玉でも1000円いかないっていう持ち玉時給がね、まあ、プラスはプラスだけど、さすがにちょっと他探してみましょう。気になる台もう行ってみましょう。多分左が一番いいんじゃないかな。これだな、やっぱこれ来てみましょう。なんか店的にちょっと力入ってるかなって思う島の中で一番良さそうだなと僕が思う台、ちょっといろいろ売ってみましょうかね。まずはシンフォギアから。23回転回って、出玉が15個昇級のアタッカーの方が144個だから、3割ぐらいオーバー入賞決められれば持ち玉時給が2950円。だからまあ23は多分ないと思うんですよね。いや、やめようかなって迷ってたとこなんですけどね、来ましたね、保留変化がやっと。バイブない、バイブはない、まあ、レバブルアップはしてないんで。あー、またこれだ。まあこれは熱いかな、保留変化もあったし。いや、思ってたのと違うわ。おい、赤、当たりそうだけどな、このリーチは。風ないですよ、今のとこ。
風ない。これでも当たる。よし当たった。ちょうどね、大移動しようか迷ってたんですよ。19あるかないかぐらいなんで、まあ、とりあえず、うん、これ消化してから考えましょうかね。まあまあこっちで行きましょう。もう一個の方なんかあんまり僕的には楽しくないんですよね。始めようか、最悪の儀式で。頼むよ。当たっちゃって、おー赤きた。赤い子あるよ、初回から。おー赤2個になった。これ行くな。これあ昇格した今。赤3つ赤3つ行くっしょ、うん、ここで当たっちゃってもいい。いやまあダメか。おーいいよ、赤3つ。赤3つは結構珍しいな。頼む。7でテンパる、7でテンパる、7でテンパる。赤正気をこぼすなって。 赤い声で言え。赤い声で正気をこぼすなって言え。赤い声。おい、当たっても欲しいし、どっちかカラーでもいいし、どっちかどっちか来い。おい、いいよいいよ、最後最後最後、いいよ。盛り上がってきた、盛り上がってきたよ。ほらいけるよ。7点牌、もう7点牌来い。7は ないことないか。7、ああ弱い。いやでも十分ある、十分ある。もうカラーだっただけで十分ある。赤、赤い声、赤い声、赤い声で来い、赤い声で来い。あーマジかよ、これマジかよ。一番ドキドキする。もう押したくないけど押す。ドシーン。あー来た。あーよかった、あーよかったよかった、あーよかったよかった。ちょっと出玉増やしとこう。1万発オーバーで、だから2000発ぐらい出れば一応プラス。おーよし、4、5、6、7、8、9、いきます。どうだろう、決まるかな。あ、決まった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、いきます。あ、これ無理かな。追いついた。あ、10個入ってる、よかった。当たりだ。かけよ。そんなことないな。おお、こんな当たり方。おお、びっくりした。7だ。7だって言っちゃった。さすが、さすが。おお、ちょっと。おお、うれしい。ブラ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 。ああ、ああ、ああ。ちょっと計算してみましょう。連チャンして、まあ、8100個取れたんですけど、上アタッカーの方はオーバーニュースとどうせ決まんないので、それはまあ別として固定で計算して、下アタッカーだけで 142.8 個しか取れてないんですよね、うん、まあしかったってそんなめっちゃ取れるわけじゃないんですけど、それで計算したら、一応当たるまでの回転率が1万円ちょっとぐらいで 18.4 なんですよ。もう別にっすね、うん、で計算したら持ち玉時給で1000円、ほぼジャストぐらい。もうちょっと回る可能性はまだ全然あるんですけど、もうちょっと回ったとしてもそんな2000元には多分届かないんで、いくら持ち玉とはいえやめようかなと。ただもう一個、こっから先は金額的な期待値じゃないものを求める立ち回りを一瞬ちょっとやってみようかなと思います。1、6、4、2、7、見さかす。見さかす。最強三坂の、まあ、もう散々言ってる通り、右の性能が知りたいっていうのはずっとあったんですけど、正直プラスになる台を見たことなかったんですよ。だから試せなかったっていうだけで、右のスペック自体はめちゃくちゃいいんですよ。プロ仕様なんですよ。そこはね、見極めたいなってずっと思ってたから、ちょっとこういう機会にやらせてもらいます。ここで当たるの。うわ当たった、本当に。うわおうわ危ない、準備してない。オーバーが決まれば、あーもうそっちに行っちゃうんだよな。そうなると絶対決まんないからな。
さあ U タイム来た。多分これは慌てなくていいはずなんだよな。いやとりあえず一発だけ打ってで、まあ、この辺に来た時にあとだーって打つ感じで間に合うんじゃないのかな。でパカパカに6個拾われて時に打ち止めて、弱強って打てばいいんですよね。で弱強を打つタイミングは今のところまだわからない、試してないんでね。でそれでとりあえずやってみましょう。いきます。あ2発この辺から打てばいいのかな。これでパカパカに1、2、3、4、5、6、これで決まるかな。あー食われた、ほら電柱に食われるんですよね。あやっぱり今オーバー入賞用の11発まで入れたんだけど電柱に食われた状態ですね。ああ下打てなかった、まだあるんだ。3、4でここもオーバー入賞が狙える。あ間に合わなかった。まあそうだ、もうこっちに必死に説明してて、しかもこっちもダメだし、もう全部ダメ全部ダメ。またもうトントンぐらいも来た。うわなんだあいつ。いいよ、これ当たんなかったらマイナス収支になります。当たってラッシュ入ってくれればなんとかプラスで終われそう。お当たった、こんなとこで当たった。ああいいな、こういうのはいいな、早めに当たってくれるっていうのはね。1、2、3、4、5、はい、これオーバー入賞決まるかな。これは決まってくんないと話にならない。決まるね、決まった決まった。ああああなんの今日は、もうリゼロだけいいの。ああでもシンフォギアも良かったか。おおなんだ何この当たり方、えどういうこと、入賞と同時に当たった、あすごっ何この当たり方。あ初当たり早いな、リーチが初当たりがなんか弱リーチみたいなので当たった時もあったから相当やっぱ時間効率良くなってますね。相当いい、もうほんと好きこれ。右ほんとやれるかどうか、これはほんと当たってる、これもほんとラスト、時間的にラストです。5回目、もうほんと頼む、入ってこれ入ればいろいろ確かめられる。いきます。赤まで行くか、緑だよ、でもあダメか。あーこれ2個しか、あー来たーやった来た、声出して打っとこう、もういつあれか分かんないから。来たー、よーしちょっとやるぞ、腕の見せ所だ、やっと入った。どうなる、多分電柱は開くんだよな、6発入ったら、あこうなるんだ、6発入ったら打ち出しストップ、ややこしいシステムだな。1、2、3、4、5、6、入る、あーまた1個食われた。あータイミングは合ってんな今ので、多分あいけるかも。あこっちを忘れてた、上だけで興奮しちゃった。あーそうか、1、2、3、4、5、6、あ失敗した、今のは普通に失敗した。あいた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 、オーバーにしました。あーこっちを忘れちゃう、もうここ打っちゃった。あそっか、3ラウンドだけメモっとけばいいか、打ちっぱなしで拾って1、2、3、4、5、6、ほらオーバーにしました。あらあーむずい、なんか慣れるまでむずい、ちょっと1個多かったなさっきのまで。あー結構むずいな、結構むずいか、無理障子のオーバー入賞最近やり慣れてないから。でも決まったな、いったいった、来る、もうダメか、
はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、結局9時40分に終わって結構行きましたね。そう、本当申し訳ない。計算とかしてて、はい、今10時8分と、はい、すみません、収支お願いします。収支からいきますか。はい、総投資が3万3000円、はい、流した出玉が1万7260個、はい、収支がプラス1万9000円。しっかりまくりました。しっかりまくったというか残したというか、あ、まあでもまくったか、最後の最後で、ね、マイナスになってましたもん ね。確かにまくったんだ。回転率とかいろいろお願いします。はい、まあ朝19.8 だっていうのでやめたんですけど、うんうん、2回目前戻っていろいろ調べるって言って打ったところだけの回転率がよくって 21.23 上回ったんですよね。まあ、トータルで、20.58 になりましたね。で、出玉なんですけど、はい、最後まあ連チャンして、はい、どんな感じでしたかね。うん、ちょっとね、まあんまりうまくできなかったんですけど、はいはいはい、思ったより簡単じゃなかったですね。なるほどですね。思ったより簡単じゃなかった。ただ可能ではあったし、ね、やっぱその効果はあるなって、うん、で、試行錯誤して、出玉、はい、だいたいどんくらいになりましたかね。上アタッカー、140個取れる計算のところがだいたい 141.9 個、はい、オーバーニューショーで取れたんじゃないのかなっていう。なるほどなるほど。で、下アタッカー、うん、こっちはやっぱ一発のオーバーニューショーの価値が高いんで 47.31、うん、普通だったら45なんですけど、うん、47.31 ぐらいになったのかなっていう。なるほどですね。はい、それでいうと大体ボーダーってどんくらいになるんですか。基本の普通の出玉で計算されたボーダーだったら 18.23 ぐらいなんですよ。 18.3 ぐらいかな。最終の右打ちの出玉で計算したボーダーだと、うん、17.2 まで落ちました。で、1落ちるんですよね。1回って落ちたんですね。はい、はい、慣れればもっと決められると思います。そうですね。で、さらに注意点としては、はい、そのアタッカーもそうですけど、はい、その単発打ちみたいな感じ。そう、やって思ったんですけど、うん、やっぱやんないと分かんないもんですね。うん、右を消化するやつが一番下にあるんですよ。はいはいはい。で、そこが2個しか保留がたまらないんですよ。うんうん、だから結局ポツンポツンポツンでかなり少なく打って大丈夫です。あれ、止め打ち右、で、図柄が止まってしっかり図柄が止まって打てば、結局電柱に一発拾わせれば、うん、大当たりの権利は取れるんで、そうですね、はい、で、図柄がバーン揃ったら打つっていうのをやれば、そうですね、かなり無駄玉が防げるって思います。それをやればもうちょっと出玉多かったと思いますね。それで大体持ち玉時給ってどんな感じになりましたか、ね、今日結局、はい、今日の仕事量的に計算した持ち玉時給が1576円、うん、おー、素晴らしいだったんですよ。で、一応右、最後右ちょっと多く取れたっていうやつの、で、持ち玉時期を計算したら、まあそれでもまあ1620円、あー、そういうことなんですね。ちょっとやっぱ上がるんですよね。はい、しかも時間効率もいいって感じで、時間効率もね、やっぱめちゃくちゃ良くなってて、今日、確かに初当たり少なかったからあれなんですけど、多分時間普通に当たったら 20.5 回るなら、225は回せると思います。通常230いくかもしれないぐらい。だから今日ので言うと236回転回せてるんで、はいはいはい、めちゃくちゃ速いですね。やっぱで、山ちゃん今日1日通してですけど、はいはい、まあいろんな台打ちましたよね今日ね。はいはいはい。で、まあそこそこまあ遊べる感じって途中でも言ってましたけど、一応遊べるというか、うん、まあ持ち玉時給で言うなら1000円から1500円ぐらいはある台ばっかりでしたよね、打てたのは。はい、でもずっとリゼロが一番って言ってましたもん、ね、リゼロだけは抜けて全体的に良かったんじゃないかな。で、なんか専業っぽい方も何人かずっと打ってましたし、はい、実はあん中トラマツくんがいて今日ね、すごいですね。来ましたね。そうで、なんかあれ何回回ったって言ってました。25超えてました、ね、25.2 とか言ってましたね、はい、鬼回りですね、はい、それこそミネッチ の4000円クラスの台なんか売ってたっぽくてでしたね。で、さらにその台が朝一山ちゃんがキープした台そうですね、はい、いや、あれよかったんですよ、やっぱすごかったんですね、はい。まあでもなんか今日いろいろあったけど、なんか身のある実践で楽しかったですね。そうですね、自分的にもめちゃくちゃ楽しかったですね。そうですね。じゃあこの流れで最後の締めのあるあるをちょっといきたいんですけど、はい、あー、行きます、はい、この流れで嫌だな。この流れ気分よく帰りたかったの、はい、朝パチンコ屋に行くときに子供からパパ今日もお仕事頑張ってねって言われると胸が痛むもうね、ごめんパチンコなんだって思いながらもう言ってないし、言っても分かんないし、で、頑張ったところで運だしっていう、なんかいろいろ本当ね、もう毎回ごめんって思うんですよねこれは小持ちパチプロはあるんじゃないかなって共感できる人もいたと思いますね。はい、ということで、さよなら。さよなら。